ちょっと、ちょっと追っかけるで。ちょっと止まったらあかんで。稲美町の医師松尾太郎さん、全然あかんな。7歳の長男に発達障害があり、言葉の遅れなどの特性があります。とにかく優しいんですね。人が泣いたりですね、怒ったりするのがもうとにかく嫌いなので、泣いてる子がいたら、まあ、寄り添ってじゃないですけども面倒を見てあげて、妹弟にでもですね、もうとにかく優しいっていうのが本当にすごいなっていうふうに思いますね。松尾さんの長男が発達障害と診断されたのは2歳の頃。寝つきが異常に悪い、偏食が激しい、気に入ったものへのこだわりが強いといった特性がありました。まさか自分の子がっていうことですよね。本当に何日間か寝れなかったですね。それぐらいショックが大きかったですね。発達障害に対しては早期療育が重要と考えられていて、療育によって本人の困りごとを解決し、将来の自立などを目指します。療育施設は2種類。未就学児が対象の発達支援は兵庫県での利用者が5年間で 1.5 倍に、小学生以上が利用する放課後等デイサービスは2倍に増加。重要な社会インフラとなる一方で、事業者数もそれぞれ 1.5 倍と 1.7 倍に増えたものの、設備や療育内容に格差が生じるなど千差万別の状況が問題となっています。父親として、医師として、松尾さんは10カ所も施設を回ったそうです。しかし、多くのところを見に行ったんですけれども、もうほとんどビルの一室みたいなところとかですね、内容を聞いてみたら、まあ、とりあえず預かって、その中で働いてる方っていうのはすごくいい方は多いんですけれども、でもなかなかそこに行って息子がどうなっていくかなってイメージができなかったっていうのは往々にしてありましたね。そこで松尾さんは自らが副理事長を務める医療法人で療育施設を作ることを決意。施設での見学を重ね、保護者の意見も取り入れ、去年12月ついに施設を開設しました。試行錯誤しながらですね、まあ、専門のスタッフ、知識を持ったスタッフが関わってディスカッションしながらですね、ここがまあいい施設になっていったらいいな、スタッフがちゃんとその子たちに寄り添うという気持ちを持って、一緒にこの施設を運営できたら、それが一番いいのかなというふうには思っています。完成した施設は児童発達支援ソラトと放課後等デイサービス海へ。松尾医師がこだわったのは、子どもたちがのびのびと過ごせる空間です。色であったりとか R がですね、多いようなデザインというのを意識して作っております。また天井も高くしてですね、子どもたちが開放感も感じてもらえるようなことは意識して作っています。海へは70平方メートルもの広さがあり、木と白を基調にした温かみと清潔感のある作りとなっています。また個室もあります。空ともコンセプトは同じです。続いてはプレイルームへ。80平方メートルの広さがあります。優しい光ですね、意識してやっぱり心も落ち着いて過ごせるような光の印象をですね、ここで出しております。またアスレチックで自由に遊ぶことができます。そして部屋の片隅の扉から隣の個室に移動も可能。冒険心をくすぐります。これは忍者。忍者、正解。
松尾さんの長男の療育では一対一で言葉を引き出します。これは何ですか？お箸とハサミ。ハサミ。チョキチョキって切るのどっちですか？こっち。ハサミ。チョキチョキはハサミ。正解です。絵カードで興味を引きつつ、褒めながら話す、聞く、書くを楽しく学びます。息子が行きたいって言ってくれるっていうのはすごく嬉しかったですね。そしてやっぱり行ったことによって言葉の成長が著しかったので。さらに療育内容にもこだわりが。療育では珍しい対話型アニメーション教材を導入。お子さんの知識によっては朝顔っていう言葉をご存じない場合は青い花って答える場合があるかもわからないんですね。そういった時は逆にチャンスで、この花は朝顔と言いますということで、そこで新たな知識を得ていただくことになります。問題を解くことで卵を育てると、アバターというキャラクターを集めることができます。ポイントを貯めてアイテムを買うこともでき、モチベーションが上がります。父親として医師として療育施設を作った松尾さん、子育てが大切なことを教えてくれたといいます。長男ができるまではやっぱり比べるたんですけど、本当に長男が価値観を変えてくれたので、その子にしかない良さっていうのを見えるようになったので、まあ、教育とはこうあるべきと思うのが強かったんですけれども、それをまあいい意味でも崩してくれたので、なのでこれからはですね、もう長男の特性、まあ、個性に合った教育をしていけたらなというふうに思います。息子と一緒にこれからも特性を個性と理解しつつ、療育施設と連携した子育てが続きます。